はい、こんにちは。まーちゃんねるまーはるです。今日はこちらとこちらですね。ベイブレードワーストのランダムブースターボリューム12と超絶無双ベイスタジャグです。はい、2018年10月20日本日発売のこのベイブレードワーストの新商品買ってきましたね。ランブーはまた個数制限で1人1個ということだったんで、パパとエイシン君で行って2つまでしか買えませんでしたね。でこの超絶無双ベイスタジアム、これ楽しみだね。じゃあ早速開けて遊んでいくんだけど、その前におばのコミュータン、この間にチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。はい、じゃあ行きましょう。せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ。一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価お願いね。はい、じゃあ早速開けていきましょう。はい、じゃあこれから超絶ベイスタジアム組み立てていきましょう。まあ簡単だね。こうしていつもの留め具でくっつけていくだけだ。こんな感じか。こんな感じだね。そしてこちらが付属していたライトアルテミスですね。これ右回転だね。で下には無限ドライバーがセットされてますね。今回の無限ドライバー黒だね。続いてこちらがレフトアポロスですね。これは左回転なんだな、ね、左回転用の無限ドライバーがついてます。これは無限 L ドライバー、そう、これは白だね。はい、じゃあこの2つ分離してみたいんだけど、エイシン君お願いできますか。このツールで回転させる、よいしょ、回転できた。回転できたらどうなの。そしたらこの白いパーツが外れるの。あ、そこね。ポッ、おー、スライドすることで抜ける。分離したね。で、ライトアルテミスも一緒だね。同じようにくるっと回転させて、で、このでかいゴッドジップみたいなのが取れて、スライド、あ、これで取れた。このレフトとライトを合体させますね、スライドしてね。よいしょ。はい、でこの状態でこのライトアルテミスのオーバーレイヤーをここにくっつけると、ライトエクリプスレイヤーになって、でレフトアプロスのオーバーレイヤーをここにくっつけるとレフトエクリプスレイヤーになるんだね。でこの状態で回してみましょう。いくよ。でこれが超絶無双ベイスタジアムモードだね。この2つのベイを倒さなきゃいけないってことね。でもう一つあって、それはこの赤い部分ね、赤いパーツをこの黄色いパーツと交換することでダブルハリケーンベイスタジアムに変えることができますね。その場合はまあ対戦だね、2人対戦で。あとこれもセットできる、結構楽しそうだよね。じゃあこれは後で遊んでいくとして、続いてこちらランブー12上げていきましょう。でこのランブー12はこのデッドハデスがレアだね。あと他にもいろいろ超絶ベイがあるので、でも今回はこれ狙いだね。さあ、これ中見ないようにシールは取り出してシール下に置いとこう。はい、これでね。じゃあまずパパいきますね。せーの、デッドハデスお願いします。これはどうやらシェルターレグルスっぽいね。シェルターレグルスだな。あー、シェルターレグルスでした。デッドハデスお願いします。なんだこれ、ビートククル感。ビートククル感か。あー、残念でした。はい、こちらがパパが出たやつですね。シェルターレグルス8ダッシュバンプデストロイダッシュですね。8ダッシュとデストロイダッシュは今回初めてかな。そうだね、8ダッシュあったっけか。で、デストロイダッシュがちょっと楽しみだね。デストロイってすごい動きするからさ、これでバネが強化されてロックが硬くなってんだったら強いんじゃない。そして僕が当てたビートククル感13ダガーヤードだね。そうだね、このククル感かっこいいね。赤でね、カラフルだね。でもエイシン君が頑張ってステッカー貼ってくれました。はい、じゃあこれらのベイを使っていつものアングルでシュートしていきましょう。まずは超絶無双ベイスタジアムでやっていきましょうね。じゃあチャレンジはエイシン君かな。僕はビートククル感13ダガーヤードでいきます。はい、じゃあいくよ。スイッチオン、頑張って、エイシン君。3、2、1、オッケー。あー、ビートククル感。3、2、1、おっしゃ、今度こそ勝つ、今度こそ。いけ。あー、追い出せないときついね。やばい、真ん中に挟まれ、やばい、これ回転
はい、じゃあ今度はパパが挑みたいと思います、はい、シェルターレグルス8ダッシュバンプデストロイダッシュでいきます。うん、3、2、1、ゴーシュ。頑張れ、いけいけ、デストロイダッシュ、よしよし、あん、おい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 、どうなった、あと挟まれる、よっしゃー、3、2、1、ゴーシュ、デストロイダッシュ、おい、上から落ちてガツンといってくれあら、あら、やばい展開これ、レーシン君が何も喋らなくなってしまいました3、2、1、ゴーシュ、頑張って、いけ、コントロール、おい、おい、全然追い出せないぞ全然追い出せない、こちら超絶無双、あちゃー、じゃあ僕はベイ変えます、バスターエクスカリバーワンダッシュヒットエクストリームダッシュでいきます、はい、3、2、1、カツカツカツ、変なできるはず、一回でも、お、両方ぶつかりましたけど、3、2、1、次こそ頑張れ、さあエクストリームダッシュがこういう感じで動いてるけど、あー、ダメ、3、2、1、さあ一体だけでもバースト立ったところなんだけど、まだ一体もバーストしてないっていう、あー、ここに入っちゃった、あーっと、地滅、はい、じゃあ今度はこのダブルハリケーンベイスタジアムで普通に対決しようか、うん、はい、いきます、うん、あ、なんか速くない、速い、速い、すごい速いね、3、2、1、ゴーシュ、うわっ、おーっと、速い、速い、あ、やばいやばい、あ、負けた、3、2、1、おー、いい感じ、いい感じ、おー、いい感じ、あ、でも全然、当たらない、髪がうまい、あ、ダメダメダメだ、3、2、1、おー、しゃー、オーバー、前から分かってたことなんだけど、うん、うるさいね、うるさいうるさい、うるさい、じゃあ今度はこの超絶無双サイクロンベイスタジアムにしましょう、うん、これで2人でやろうよ、うん、2人でこの2体を破壊しよう、うん、最高難易度なんだって、3、2、1、ゴーシュ、赤いキルゴー、いけいけ、おーしおーし、1体目、いけいけ、もう1体、いけ、あー、パパが残ってる、パパー、いけいけ、よっしゃー、やっと討伐できた、じゃあ今度はレフトエクリプス、うん、これにしましょう、合体させたやつね、これで2人でまたやろうか、うん、3、2、1、ゴーシュ、あー、パパ、外に引き出す、あー、ダメ、3、2、1、ゴーシュ、いけ、いけ、挟め、挟め、いけ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 、あれ、どうした、あー、どうしようち、あー、どうしたー、バースト、すごい、次はエジ君がやりたかった改造でやりましょうか、うん、じゃあ僕はライトエクリプスワンダッシュヒットソードでいきます、はい、パパは変わらずシェルターレグルスでいきます、うん、で今回は普通のベイスタジアムでやりましょう、うん、3、2、1、ゴーシュ、いけ、さあどうなるか、ライトアルティミスは普通のベイとして機能するのか、あら、あはお前、3、2、1、またバランスタイプの間を見せてやりますよ、うまい感じに当たった、デストロイダッシュなのになんかあんまデストロイな動きしてないんだけど、お、いける、いける、バーサー、3、2、1、いけ、バーストいけ、リアルバーストしてしまえ、やるわ、左右分割にリアルバーストしてしまえ、左右バーストはさすがに無理でしょイエーイ、はい、ということで今回はベイブレードバースの超絶無双ベイスタジアムとランダムブースターボリューム12でした、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひ気に入った高評価、グッドライクお願いします、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、それと今回のおすすめ動画いつもっと混んで出ますのでぜひチェックしてみてください、あそしてチャンネル登録が真ん中あたりからよろしくね、ということでうるさかったですけれども、うん、そして傷だらけですけれどもなかなか面白かったですね、うん、はい、ということで今回は以上でございます、バイバーイ、バイバーイ。